こんにちは。素粒子物理学入門の授業を始めたいと思います。今日はクォーク模型について勉強していきましょう。さあ、ちょっと復習しましょう。陽子、中性子、電子。原子の中には、この原子核として陽子、中性子、それから周りを電子が回っていると。まあ、こういうふうに3つの、世の中は3つでできているんではないかと思われていた、この実にシンプルな世の中だと思われていた幸せな時代がありました。まあ、ところがですね、この当然こう原子核をくっつける、陽子同士はプラスの電荷を持っていますから、中心にギュッといられるわけがないので、電磁力しかなかったら。この陽子、中性子をくっつけている倍中間子というものが必要だということが、湯川先生によって示されて、実際に発見されて、まあ、じゃあこんだけでいいかなと思われていました。まあ、ところがですね、実験や宇宙観測から、まあ、ここにですね、まあ、非常にたくさんの同等な粒子が出てきて、この陽子とか中性子の兄弟がですね、めちゃめちゃいっぱい出てきて、それから電子の仲間っていうのは6種類出てきたと。それから、中間子、倍中間子の仲間としてもいっぱいいっぱい出てきました。まあ、特にこの辺にですね、数百種類以上も出てきちゃったわけです。で、この人たちにはですね、これから説明する、実はパターンがあったんですね。パターンがあるということは、内部構造があるということを示唆していますよね。周期表との時と一緒です。そこからクォークが発見されたわけです。で、実際にどんな感じかというと、さっきのこいつですね。例えば中性子だったら、U クォーク、D クォーク、D クォーク。で、他のクォークじゃないや。陽子とか中性子の仲間っていうのは、まあ、バリオンですね。バリオンっていうのは、このようなクォークからできているっていうことが分かっています。それからメソンについては、クォークと反クォーク。まあ、こんな感じですね。例えば D、中間子は D クォークと C バークォークからできていると。まあそんな感じ。いろんなものがあるわけです。さて、で、このクォークとクォーク同士を結びつける、あるいはクォークと反クォークを結びつける、まあ、糊のような、これがゲージ粒子。強い相互作用の本当のゲージ粒子であるグルオンがあります。というわけで、まあ、この仲間ですね。バリオンとメソンっていうのは、6種類のクォークとそれをくっつけるグルオン。という力を伝える、強い力を伝える素粒子からできていることが分かりました。さっきも言いました。言っちゃいました。このクォークから3つ、クォーク3つでできているものがバリオン。それから、クォーク、反クォークからできているものがメソン、中間子のことですね。それから、この人たちはレプトンと言います。それで、まあ、初めに勉強したときに、陽子と中性子を結びつけるのはパイオンだったと。対中間子だった。これは湯川先生がノーベル賞をもらった話ですけれども、こういったやない経緯、ないかいというふうに突っ込む人がいると思うんですが、そうなんです。ちょっと複雑ですよね。ここ二層構造になってるんですね。ここグルーオンがこのようになっていて、で、パイの中で U と D の間をこうグルーオンがまた引っつけていると。で、さらにこいつらがこう飛んで核力を作っているわけです。だからちょっと複雑ですよね。はじめ勉強するときになんか非常に混乱するところです。というわけで、現時点でですね、これが物質、ものの最小ユニット。これ以上分解できない素粒子は、この6種類のクォーク、それから6種類のレプトンからできていると考えられています。さあ、このさっきのパターンですね。せっかく群論を勉強したので、パターンを見ていきましょう。バリオンっていうのはクォーク、クォーク、クォーク。それから、メソンっていうのはクォーク、クォーク、バーです。クォーク、クォーク、クォークって3回泣いたっていう、ジェームス・ジョイスの小説に3回泣いて、姿は見えども声が聞こえたと。なんか、そこからクォークって名前が つけられたんですよね。なんかさっきクォーク、クォーク、クォークと3回言ったので、泣き声のような、そのジェームス・ジョイスのクォークという名前がついたものをなんかちょっと思い出して今言っちゃいました。ごめんなさい。それで、まあ、総称したもの、このバリオンとメソンを総称したもの
つまりクォークで構成されているものをハドロンと言います。でこのパターンを、見ていきましょう。アイソスピン対称性を思い出します。これ、プロトンとニュートロン、それからパイパイ3つでしたね。これ二重項でした。これトリプレット三重項でしたね。でこれパターンあったわけですが、プロトンは UUD です。それからニュートロンは UDD です。 U クォーク2つと D クォーク1つでできているのがプロトンで、 U クォーク1つと D クォーク2つからできているのがニュートロンです。それからパイプラスっていうのは D バー U、 それからパイゼロっていうのは U バー U 引く D バー D、それからパイマイナスっていうのは D バー U です。というわけで、むしろですね、このアイソスピン対称性っていうのは、まあ、この対称性 U と D クォーク、さっきはプロトンとニュートロンだったんですけど、むしろアップクォークとダウンクォークのこの SU2 で見た方がいいと思います。で、キューバー、これをだから、クォークダブレットですね、ダブレット SU2 のフレーバー、 U クォーク D クォーククォークというフレーバーに対する SU2 対称性があって、そのうちの SU2 のこの二重項として Q と書くと UD を表していて、でそれ のバーにスター表現ですね、2バー Q バーというのは、ここにですね i-i シグマ2ってこのパウリの行列ですが、こいつをかけたものがこのバー表現として、SU2 の元で変更するので、まあ、このようになります。だからここマイナスがつくんですね。マイナス D バーの U バーになります。で、それをここに入れてやったのはこれですね。ここなんかちょっとだからスピンの時ここプラスだったじゃんって思われるかもしれませんが、ここはマイナスだからここはマイナスになります。で、電荷見てやるといいかもしれませんね。クォークの U クォークっていうのは電荷が3分の2です。D クォークがマイナス3分の1です。なので、ちょうど UUD だったらプラス1になりますよね。プロトンの電荷になってます。それから、UDD だったらニュートロンの電荷が0になりますよね。これを入れてやればいいです。で、バーの方は U のバー、ここは U のバーなので、3分の1ですね。こちら U の、D のバーなので3分の1で、U のバーなので、マイナス3分の2になります。で、ここ入れてやると、U と D のバーだからプラス1になりますね。ここは U バーの D だからマイナス1になりますね。だから、π プラスになってるし、確かに。ここは π マイナスになってますね。ここは U、U バー、D、D バーで、ひっくり返って、まあ0ですよね。π0 です。つまり、ここの SU2 っていうのは、U と D のこのフレーバー、クォークの名前ですね。名前についての対称性です。ただし、これはもちろん近似的な対称性です。U クォークと D クォークの質量って違うんですね。もし正確な、本当に正しい対称性だったら同じ質量のはずですし、さらに U クォークと D クォークの電荷も同じはずです。でもこれ、電荷違いますよね。電荷も違います。電荷も違うし、違うし、質量も違うので、これは近似的なものです。まあ、P と D で見たとき、P と N で見たとき、プロトンとニュートロンで見たときも、片やプラス1で、片や0でしたから、まあ、そこでも違ってました。近似でしたよね。さあ、ちょっと思い出しませんか。これ、三つ子ちゃんでしたね。で、2×2 っていうのは、3+1でしたよね。このシングレットがありましたよね。ちょうど、スピンだったらここマイナスにしたとき、今だったらここマイナスがついてるから、ここプラスになってる。この一重項ってこれないのかなって思いませんかね。U と U、UD で作られるメソンとして、一重項のメソンがあるんではないか。Pi の仲間で、なんか一人っ子の Pi みたいなメソンがいるんではないかっていうことですけれど、どうでしょうね。まあ、こんなやつです。あ、次のページにありましたね。これ、スピン2分の1の2つの核運動量の合成をしたとき、これかける、これでしたね。直積でした。それは直和。これと、これになりましたよね。
で、これが三重校で、これが、シングレット、一重校でした。三つ子ちゃんと一人っ子でしたよね。で、全く同じように、アイソスピン空間でも、U と D の空間でやったときにも、これが上、下、足す、下、上。これが下、下みたいなもんでしたよね。で、これが、こいつに対応している一人っ子です。で、これないのっていうことを思いませんかね。思いますよね、当然。さあ、見ていきましょう。どうなんでしょう。どうなんでしょう。どうなんでしょう。ちょっと先に行きますよ。クォークの質量どんくらいかっていうと、まあ、おおよそです。今のところはこんな風だと思われています。特に軽い方はですね、難しいんですけれども、U は U クォークは2メブくらい。D クォークは5メブくらい。ストレンジクォークは93メブくらい。それから C クォーク、チャームクォークって言った方がいいかもしれませんが、チャームクォークでは 1.27、1.3 ジェブくらい。D クォークが、ボトムクォークが 4.2 ジェブくらい。で、トップがだいたい173ジェブくらいです。すごい階層性あるでしょ？もうメブとジェブだったらそこだけで3桁違うわけですね。もうここで3桁違う。で、こっからさらに2桁も違うわけです。こことここだったら5桁も違うわけですね。さあ、で、対称性を見ましょう。フレーバーの対称性ですよ。U クォーク、D クォークに対して、この強い相互作用が同じように作用するというフレーバーの対称性、アイソスピンの対称性、SU2 の対称性を考えましたが、これはまあいいですよね。質量の差として。で、ストレンジまで合わせて SU3 というものを考えたときに、U, D, S クォークの S クォークを対等なものとして SU3 クォーク。これも、SU3 のクォークじゃない、SU3 のフレーバーの対称性を考えたときにどうでしょうね。まあ、これ、まあ、一気に一桁違うので、どうでしょうね。まあ、でもまあ、許そうかっていうくらいです。でも、ここまで来ると、もう、ちょっとなーって感じしませんかね。だから SU4 以上はちょっと考えにくいですよね。というわけで、まあ、ここまで考えようと思います。まあ、一方、レプトンはどうでしょうね。レプトンの質量の階層性。まあ、これはこれでかなりきついですよね。まあ、こっち参考までに言ってますが、実はニュートリノのこの絶対値の質量っていうのはまだ測定されていません。この事乗差ですね。これの質量の、こいつの質量の事乗を引くこいつの質量の事乗。あるいは、こいつの質量の事乗を引く、こいつの質量の事乗みたいな感じで、この質量差の事乗、質量の事乗の差っていうのは、ニュートリノ振動実験。神岡ですね。日本が誇る神岡の実験で、きちんとかなり測定されています。まあ、神岡以外にもあるんですけれども。で、ここで分かっているのは、実はこの質量よりも、こいつの質量の方が大きいっていうことが分かっていますが、実はここがどこにあるかは分かっていません。これの方がもしかしたらこいつよりもさらに質量がちっちゃいのか。あるいは他の、これ順番になってますよね。ちゃんと順番になってるわけですが、ここも順番になってるかどうかっていうのはまだ分かっていないんですね。これから日本の実験で分かるかもしれません。さあ、プロトンとニュートロンの質量っていうのはざっくり1ジェブです。まあかなり等しかったですよね。ざっくり1ジェブです。さあ、ここでこう思った人は、とてもいいセンスをしているんですが、プロトンっていうのはさっき U、U、D クォーク3つからできてるって言ったじゃん。ね。そうすると、ここ U、U、D、2たす2たす5で、だいたい10メブくらい、まあ、9メブくらい、まあ、ざっくり10メブくらいじゃんって思いますよね。でも、1ジェブですよ。二桁も足らないわけです。なんでって思いませんかね。単純にクォークの質量今、こんくらいって今言ったやんけ。で、プロトン U クォーク、U クォーク、D クォークで作られてるって言ったやん。そしたら、2たす2たす5で、損壊の計算やったら僕でもできますから、9メブくらいじゃないのと。1ジェブってどういうことと。二桁も足らへんよっていうことです。これ、思った人はとってもいいセンスをしています。これは分かってません。これ数学の
ミレニアム問題の一つと言ってもいいでしょう。これクォークの閉じ込めに関わる大難問ですね。解けたら、数学的に解けたら1億円もらえるわけです。はい。で、それで、まあ、先ほども何回も言ってますが、この U クォーク、D クォーク、S クォーク、C クォークとか、こういうやつ、こう名前ですね。クォークとかレプトンの名前は、これをフレーバーと言います。この強い相互作用や電磁相互作用っていうのは、フレーバーは保存するんですね。相互作用の前後でフレーバーは保存します。まあ、例えば、こんなやつ。プロトンに π マイナスをぶつけました。こうクォークで書くとこんな感じですよ。そうすると、K プラスと、このシグママイナスっていうやつができました。で、クォークで書くとこんな感じです。これ前後で保存してますよね。ここストレンジができたけど、ストレンジバーができているので、レスト S バーで、これまあ、ストレンジクォークの、なんだろう、ストレンジネスっていう量ですけれども、ストレンジクォークが1個あるとマイナス1をつけるって、まあちょっとなんか変な定義になっちゃってますが、そうするとマイナス1がプラス1なので、まあストレンジと反ストレンジが、追生成でできたから、これは保存してるわけですね。ここ U バーと U が、追消滅で消えているので、まあ、両辺でちゃんと保存してるわけです。フレーバー保存してますよね。反応で書くとこんな感じですかね。プロトンと π マイナスが来て、で、こんな風になって、ここ追消滅が起きて、で、ここ追生成が起きてるから、まあ、こういう風にフレーバーはきちっと保存してるわけです。これ、グルオンですね。ところがですね、弱い相互作用では、フレーバーっていうのは必ずしも保存しません。破れることがあるんですね。フレーバーが保存しないことがあります。で、重力に関しては、今のところこの素粒子実験に関する重力っていうのは弱すぎるので、重力がフレーバーを保存するかしないかっていうのは実のところまだ分かっていません。さあ、で、これ見てみましょうか。例えば K プラスが π プラス、π プラスと π0 に崩壊します。まあ、こんな感じです。これ W ボソンっていうのが弱い相互作用のゲージボソンなので、ここに弱い相互作用があります。で、ここ弱い相互作用を経由すると、まあ、こんな感じなんですが、ここ初め S クォークがあったのに、S バーがあったのに、なくなっちゃうんですね。こう、このように。だからフレーバー消えちゃうわけです。さっきのストレンジネスって言葉で言ったら、プラス1だったのに、中状態では、出てくる状態では、ストレンジネスなくなっちゃってるんですね。もう一つ、こっちの方、シグマの崩壊ですけども、それはこんな風に崩壊します。で、クォークのラインで書いていくと、まあこんな感じになりますが、ニュートロンと、それから π マイナスに崩壊するわけですが、やはりこのストレンジクォーク、ストレンジクォークのフレーバーっていうのはもういなくなっちゃってますね。ストレンジネスは保存してないわけです。さあ、ここでですね、元に戻ると、U クォーク、D クォーク、ストレンジクォークの、まあ、ちょっとストレンジを入れるのは厳しいけれども、近似としてちょっと厳しいけど、それでもこの SU3 フレーバー対称性を考えます。U、D、S が強い相互作用で同等だと考えたものを考えます。SU3 のジェネレーターというのをやりましたね、前回。これはゲルマン行列で書かれました。で、クォークは3表現。U, D, S, S です。で、U スター、ごめんなさい。U バー、D バー、S バーは3スター表現です。これ、複素共液を使った表現になります。で、メソンに関しては、クォークと反クォークで作られているので、この U, D, S で作られるクォークと反クォークから作られるメソンとしては、これが直積で、これが、その直和になりますが、8表現と1表現。八つ子ちゃんと一人っ子ということになります。で、この八つ子ちゃんに関しては、この上のゲルマン行列を使うと、こんな風に書けます。で、一つ子ちゃんについてはこんな感じです。U、U バー足す DD バー足す SS バー。まあ、なんかシンプルですよね。それをルート3で割ったようなやつ。これが一つのチャンネルになります。で、これ実際に発見されている粒子に
対応していて、ここが pi プラス、ここが pi マイナス、ここがストレンジが入ると k 音になります。で、これ k、k プラス、k マイナス。で、ここが k0、k0 バー。で、はい。で、この対角の成分、ここが pi0 とイエータっていうものの重ね合わせになってます。pi0 とイエータっていうそのメソンですね。で、この一人っ子ちゃんがイエータプライムというものになります。まあ、ここでですね、一つ問題があって、これがイエータですね。言ってみれば、まあ、ここの成分と、まあ、ここやつ。言ってみれば、ここ、イエータ。で、ここ、こっちがイエータープライムです。で、イエータの質量としては、だいたい548メブです。で、イエータープライムは、なんと倍くらい重たくて、958メブです。でもちょっと見てくださいよ。例えば、これどこが違います？これとこれ。ほんのちょっと違うだけでしょ？これここ引き算になって2、2になった。これ全部1、1、1で足してるだけです。そんな線形結合の違いくらいで、こんな差って出てくると思いますかね？なんかすごく不思議じゃないですか？で、これには実は理由があります。これが量子アノマリーという話です。これはとっても面白い話なんですけれども、ここでは、話す余裕がないので、こう置きたいという感じで、どっかで話したいと思います。まあ、これを言ってしまうと、さっきの話もそうなんですね。プロトン1ジェブでしたね。で、π は140メブくらいです。これ、ここの差もすごいでしょ？プロトン U、U、D で作られて、じゃあ10メブじゃないのかって言われたときに、それに比べて、なんかめっちゃ重たい。で、π と比べても重たいですよね。π っていうのは U と D で作られているのに、これに比べてもめっちゃ重いわけです。π 自体も U と D で作られているのに100メブ以上あるから、これも一桁でかいですよね。で、まあ、とにかくここもでかいと、差があると。これは、実は南部ゴールド、π が、この SU、π がですね、この南部ゴールドストーンボソンとみなせるからです。これは QCD の、この強い相互作用のコンデンセーション、カイラルコンデンセーションというものが影響しています。ここはここでまたすっごく面白い話になっていますが、これもまたいずれ話せたらと思います。お前今話さんことばっかやんけと思われると思いますけれど、ここ話していくと、まあ、ここだけでもう相当の時間が取られるので、ごめんなさい。はい。で、このやつもちゃんですね。こんな感じになっています。こう表に書くとこんな感じ。上が、これハイパーチャージ。ハイパーチャージっていうのは、ハイパーチャージとさっきのアイソスピンの第三成分ですね。SU3 の、ごめんなさい。あ、いいのか。SU2 の、シグマ3方向ですね。SU2 って U と D のですね。U と D の、U と D だけについて、アイソスピンの SU2 の、第三成分、Z 成分みたいなんですね。それプラス2分のハイパーチャージっていうのは Q になります。で、ハイパーチャージは、この B、バリオン数ですね。バリオン数足すストレンジでかけます。そうすると、電荷っていうのがちゃんと再現できるんですね。で、それをまあ、この表をもとに、この横軸がアイソスピン。で、縦軸がこのハイパーチャージとして、分布させると、まあ、このように、ヤツゴちゃんとヒトツゴちゃんが出てきます。ヤツゴちゃんがここと、パイゼロとイエータ。それからヒトツゴちゃん、イエータープライムっていうのはここにいるということになりますね。で、実はこれスピンがゼロのものです。クォークと反クォークに対して、クォークと反クォークに対してスピンが上向きと下向きのもの、これは本当のスピンですよ。空間の時空のスピンです。時空のスピンが上と下を向いててトータルでゼロになっているんですが、例えばこの例えば UU バーみたいなのを考えたときに、 U と U バーもスピンが時空のスピンが同じ方向を向いているとこれスピン1になりますよね。で、そういうベクトル
中間子、ベクトルメソンの組み合わせも同じようにこの八つ子ちゃんと一人っ子で書けます。まあこんな感じになってますね。今度は、こんな、ローメソン。パイの代わりにローがやってきて、で、こうですね、W とファイっていうのが、なんかイエータとイエータプライムみたいなのに対応していますね。ただコンビネーションちょっと違うんですけれども、こんな感じになっています。だから今度スピン2分の、あ、またスピンが違うやつがありますね。この軌道角運動量が入ってくると、スピン2みたいなやつもあるわけですね。スピン2のところで、やっぱりやつもちゃんと一人っ子みたいなやつも出てくるはずです。で、さらに C クォークを入れて、チャームクォークを入れて、SU4、B クォーク、ボトムクォークを入れて、SU5 みたいなフレーバーを考えることもできます。そうやってパターンを見つけることもできるわけですね。さあ、次に、じゃあ、バリオンを見ましょうか。UDS の SU3 で作られるバリオンです。プロトンとかニュートロンの仲間ですね。で、これは999で作られますから、クォーク、クォーク、クォークで作られますから、3×3×3 の直積を考えます。で、これを、規約表現に直すと、10+8+8+1のようになります。さあ、これ見ましょう。この80項ってやつは、ここ出てくる80項ですね。これちょうど時空のスピンが2分の1になっているやつです。クォーク3つありますが、時空のスピンが上、下、上とか、下、上、下とか、まあそんな感じになっていて、で、クォークで書くとこんな感じ。さっきのハイパーチャージとアイススピンでかの列で書くと、まあさっきみたいにこう、八つ子ちゃんと一人っ子じゃない、こう、八つ子ちゃんですね。6個、7、8、八つ子ちゃんが出てきます。で、それに対する、こう、名前、ちゃんと、バリオンの名前がついています。プロトンがここにあるんですね。ニュートロンがここにあります。で、こういうのが、シグマ粒子。さっきも出てきましたね。で、ここ、真ん中にラムダ粒子っていうのもあります。で、ここにこんなやつもいるということです。で、今度、重重項。重重項は、スピンが2分の3です。全部、ちょうどスピン揃ってるんですね。全部、時空のスピンも上向きになっています。時空のスピンと混乱しないでくださいよ。ちょうどこの組み合わせになります。で、例えば、こう、クォークで書き直して、まあ、さっきのハイパーチャージと、アイススピンって書いてやると、こんな10個になります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。ここ、U、U、U とか、D、D、D とか、S、S、S みたいなやつが出てきます。で、これ、対応させる粒子、名前がついているものがあって、こんな感じになっています。これ、ラムダプラスプラスです。これ、電荷2つ、2を持ってるやつですね。まあ、UUUU だったら、電荷3分の2でしたね。3分の2たす3分の2たす3分の2は2だから、これ、電荷2持ってるんですね。電荷2持ってます。ここ、うん。はい。で、注目すべきは、例えばこういうところですね。UUU とか SSS とか DDD とかそういうやつ。で、クォークっていうのは、入れ替えに対して完全反対称じゃなきゃいけないんですね。なんでかっていうと、スピン2分の1の素粒子だから、パウリ統計に従わないといかんわけです。フェルミ統計か。フェルミ統計に従わないといけないから、波動関数入れ替えては必ずマイナスになっていると。だから全体で必ず完全反対称になっていないと、波動関数を入れ替えたときにマイナスが出てこないんですよね。でも、じゃあ、なんかここ、マイナ、UUU とか SSS ですよ。SP の統計から今これってことですね。あれ？これ、スピンは対象ですよね。全部上向いてます。本物のスピン。時空のスピンは。で、フレーバーについても UUU、みんな一緒ですよね。フレーバーもスピンも対象なんですよ、これ。完全反対称に作れないですよね。できないですよね。どないすんねんってことです。そこで、はじめはまあ苦し紛れだと思うんですが、このカラーというものですね。仮想的なカラー、グリーン、レッド、ブルーの3つの自由度を入れました。入れて、カラーが反対称になっている。入れたっていう意味は、実はクォークっていうのは、赤色のクォーク、緑色のクォーク、青色のクォーク、本当に赤、青、緑を持ってる。僕たちの知っている、この目で見てる赤、青、緑じゃないですよ。そういうような色を持っているんだと。
クォーク、ユークォークには青と赤と緑の3種類があるのか、そういう自由度が実はあって、そいつらが反対称になっとる。そうしたら完全反対称ですね。これフレーバーについても完全対称。時空のスピンについても完全対象。じゃあ困ったねっていうことで、じゃあカラーっていう自由度がなきゃいかんと。そういう自由度、僕たちの知らない、目に見えないけど、見えない自由度があって、そいつらが反対象になってればいいじゃんっていうことです。なので、色に対して、カラーに対して、こんな風になってるはずだと。グリーン、レッド、ブルー、引く、レッド、ブルー、グリーン、プラス、まあ、こんな風に。こんな風に、どれを入れ替えてもマイナス符号が出てくるようになっているはずだというふうな感じですね。で、それで、クォークって単体で取り出せません。なので、こう実は、この、これその、ルール的にですよ。クォーク単体で取り出せないっていうのは、その、カラーが、カラー閉じ込められているっていうのを模式的に、この、僕たちが見られるのはカラーは見られなくて白色のものしか見られないと。だからクォークが3つ集まってこのシングレットになっていると、白色になっている状態しか僕たちは見ることができないんだと。でバリオンメソンの方もそうで、クォーク例えば青色だったら青の補色ですね、何色でしたっけ、なんか青の補色があって、その色とで白色になっていると、ちょうどそうなっていると。バーの方はクォークバーの方は、このそれぞれグリーン、レッド、ブルーの補色になっているということです。混ぜたら白色になる時ですね。でこれこそがこのグリーン、レッド、ブルー、このカラーのことがもう見えないんだけど、これがその一番のこの SU3 ですね。これに対するぐるぐる回す SU3 対称性のゲージ対称性こそが、これこそが力。強い相互作用の最も基本的な力の源になっていると。そういうふうに考えられています。SU3 のカラーっていう意味は、このグリーン、レッド、ブルーに作用するゲージシミュレーション、ゲージ対称性のことなんですね。SU3 のジェネレーター、生成子っていうのは8個ありましたね。サザンが 9-1 で8個。グルーオンっていうのがここから出てくるんですね。だからグルーオンっていうのは、例えばグリーンとレッドの補色を持っていたりとか、そんな感じになってるわけです。ブルーとレッドの補色を持っている、グルーオンとか、だからこれとこれの補色を持っているような、8表現、随伴表現のになっています。はい。というわけで、全部が反対称になってるわけですね。で空間もそうだし、これ、バリオンの、波動関数。空間についての波動関数、スピンについての波動関数、フレーバーについての波動関数、それから色についての波動関数を全部かけてやって、全部かけてやるのは完全反対称になってるべきです。で今、軌道角運動量ゼロの状態を考えましょうか。そうすると空間についても対称ですね。ってことは、バリオンのクォーク3つを考えたときに、こいつが反対称ですから、完全反対称なので、ここが、対称になってないといけないんですね。対称になってないといけないんです。まあ、だから、ここ全部対称になっとって、ここだけが完全反対称になっとるということですね。そうすると、ちょっとここ難しいんですけど、スピンの自由度が上と下ありましたね。これは時空のスピンですよ。本物のスピンの方です。それから、フレーバーの自由度 UDS がありましたね。で、これ上下とこれ3つの自由度かけた6個の自由度。6個の自由度。つまりこれですよ。U クォーク上下、D クォーク上下、S クォーク上下。で、まあこれ6個あるじゃないですか。この6個を、例えば SU6 ってものを考えて、この6個の SU6 っていう対称性を考えて、それの基本表現。SU6 だから一番ちっちゃいものは6表現ですね。これ 6×6 の行列でしょ。で、これだから 1×6 のものです。で、これを対象に、組んだもの。直積したもの。組んだもの。っていうのが、こいつの、表現になってくるわけですよね。だから、
まあ、この中から3つ選んできて対象に組むという操作をします。で、これヤング図知ってる人はこれ計算できる、簡単に計算できるわけですが、6×7×8 を 3×2×1 で割ってやると、それがどういう表現かわかります。それが56表現となるんです。56次元になるんですね。56の自由度を持っているものになってきます。ちょっと難しくなってきましたね。ここでわかると思うんですが、この10って何かっていうと、これ10ですよ。10っていう状態なので、これスピン2分の3の状態でしたね。これスピン10っていうのは。スピン2分の3なので、スピン2分の3だったら、Z 方向が、2分の3、2分の1、マイナス2分の1、マイナス2分の3。この4つの状態でしたね。だから 10×4 で40個あるはずです。自由度としては。で、それからスピン2分の1、80個ってスピン2分の1でしたね。なので、スピンの状態としては上、下、2つありました。で、8×2 です。そうすると16です。そうすると40たす16で56になりますよね。なりますよね。僕でも計算できました。そう。これが56なんですね。まさに56になっています。さあ、最後にですね、このカラーの存在を実験で証明したというものを見せましょう。さっきからカラーってなんか仮想的なもんで、だって僕たち見えないわけですよね。僕たち見えるのは白色のものしか見れないので、っていうのはクォーク単体で取り出せないから。なので、ほんまかいなって思うじゃないですか。ほんまにそんなもんあるの？でもそれはちゃんと実験で見えるんですね。今これ E プラス E マイナスをぶつけて、QQ バーを作る実験をしましょう。クォークバーが出てきます。で、クォークが出てくると、こう、例えばこうディテクターの中で、こうディテクターですね、こうシャワーになります。こうやって、シューッ。っていうのは、クォーク単体で取り出せないので、ここからこう、追生成が起きて、最終的にはこれ、クォークバーとか、クォークとか、ハドロンにやらないといけない。そうすると、こう、ジャーってシャワーが出てきます。だこういうのはクォークのイベントなんですね、出てきた。一方、こう、クリアーにこう、線が出てくるものは、これはレプトンです。レプトンはこういうシャワーを作りません。だジェットでわかるわけですね。これ、あ、まあ、ごめんなさい、ジェットと言いますね。で、こう、クォークの電荷給油にしましょう。有効区だったら、3分の2で、ここ9っていうのは3分の2で、D 効区とかストレンジ効区だったらマイナス3分の1でしたね。で、これの断面積を見てやります。どんくらい出てくるかってことですね。で、これの計算だけだったら、まあ、難しいし、実験で測ろうと思うと、まあ、このジェットの取り扱いどうしていいかとか、まあ、いろいろこう、とか、あとこの、っていうのはそのクォークがメソン化とか、それからハドロンになる過程って難しいですよね。すごく難しいわけです。さっきの、ミレニアム問題とも関係してますからね。1億円もらえるような。だから、こう、火を取ってやるわけですね。こういうのが、こう、実験屋さんのすごいアイディアなんですが、こう、火を取ってやると、難しいところはもう置いておいて、まあ、ジェットのカウントしてしまって、置いておいて、そうか、ジェットをカウントすればいいから、ハドロン化はあまり関係なかったですかね。なので、これ、差は何かっていうと、とりあえずこのファインマングラフを計算しなくてもいいですよね。だって、火を取っちゃってるから、難しい。違うのはここだけですよね。でここだけです。で、これファインマングラフがあったら、これは、振幅、波動関数みたいなものなので、実際のこの出てくる断面積ってこれの事乗をしないといけない。だからこれ、球の事乗です。でこっちと違うのは球事乗。球事乗だけ違うわけですね。で、もしカラーがあったら、ここに3倍かからなきゃいかんわけですよ。だって、ここに赤が来るやつと、緑が来るやつと、緑のクォークと、それから、青のクォーク、3種類ありますから、3倍あるはずなんですよね。で、カラーがなかったら、この表を取って、もし本当にカラーなんてなかったら、これ3倍ないはず。で、もしあるとしてやりましょう、3倍。そうすると、まず、U クォーク、D クォーク、ストレンジクォークだけがここに出てきたとしましょう。ここに。いいですか？そういうエネルギーを考えます。でこれエネルギーが、2.6 ジェブよりも小さいときの話です。2.6 ジェブよりも小さかったら、このチャーム2つ作れないですよね。こう CC バーって作れません。だから、ここ作られるのは、それ以下ね。U コーク、D コーク、ストレンジコークだけだったら UU バー、DD バー、SS バーってここで作られるので、この3種類があると。で、U コークの Q っ
ていうのは3分の2でしたね。こう3分の2の2乗。それから D コークの D コークの電荷は3分、マイナス3分の1でしたから、3分、マイナス3分の1の2乗。ストレンジコークはマイナス3分の1電荷でしたから、それの2乗。で、これ計算してやると、まあ僕ではできて2になります。はい。じゃあ次。次は、じゃあこの 2.6 ジェブから8.4 ジェブまでのエネルギーで、やる実験をしてやりましょう。そこで実験をします。そうすると、今度はチャームクォークまで飛びます。CC バーが出てこれば来るわけですね。ところが、ボトムクォークは 4.2 ジェブですから、8.4 ジェブまでだったとすると、以下だったとすると、BB バーは作られないので、B コークはここに飛んでくる、飛び出すことができません。だから、ここに、さっきのやつに何を加えるかというと、あれです。C コークの効果を付け加えればいいわけです。そうすると、3分の10になります。で、最後、8.4 ジェブよりも大きいエネルギースケールだと、今度はボトムコークもここに飛ぶことができるので、出てくることができるので、ボトムを入れた効果。そうすると3分の11になりますね。まあこういう計算することは、まあ簡単ですよね。こんな計算は、まあ僕にでもできるわけです。で、これが実験値。これ見比べてやると、これ R ですね。この値。R の値とエネルギーを上げていくと、ちょうどこの 1.3 くらいまでが、この2くらいになっていて、ごめんなさい。エネルギーが 2.6 ジェブくらいまでは2くらい。R の値が2。それから 2.6 からエネルギーが 2.6 ジェブから 8.4 ジェブくらいまではだいたい3分の10。それから、エネルギーが 8.4 ジェブ以上だとするとだいたい3分の11というわけでぴったり実験と一致するわけです。もしもカラーが本当になかったとするとその3分の1だったはずなんですね。この R の値は。でもきっかりちゃんと実験と一致する。というわけでカラーは実際にあるんですね。見えないけど、あるんです。ということを実験で確かめることができるわけです。まあ余談ですが、これファインマンダイアグラムと言いますね。こういうの。今まで。これペンギン、余談ですが、ペンギンダイアグラムですね。これファインマンさんの、なんか切手があるみたいですね。こうファインマンダイアグラムがこうあります。で、これペンギンダイアグラムと言いますね。ペンギンさんに見えますかね？日本の B ファクトリー、つくばでやっている B メソンを作る、実験、B メソンの実験は、このまさにペンギンダイアグラムがめちゃめちゃ重要になりますが、これ理由があるんですね、このペンギンっていうのは。ジョン・エリスさんっていう有名な学者なんですね。友達とダーツのゲームをしていて、飲みながら、お前負けたら、なんか賭け事しようぜ。お前負けたら、もし負けたら、次のお前の論文にペンギンって言葉入れろよって言われて、で、俺が負けるわけないやろ。やったろやんけって言って負けたわけですね。で、ペンギンって言葉がここに無理やり入って、まあ、ペンギンに見えなくもないっちゃ見えなくもないわけですね。はい。で、それをこのペンギンダイアグラムの話を、このファインマン、の前でした人がいたらしいですね。まあ、これはバージニアテックの竹内さんという人から聞いた話なんですけども、そのファインマンの前でこのペンギンの話をしていたら、ファインマンが、まあ、講演をしたんですね。セミナーをして。で、今日ペンギン、これペンギンダイアグラムっていうんですが、って言ったら、ファインマンが、まあ、ずっと聞いとって、で、10分くらいしたら、ちょっとごめん、質問があるんだ。そのグラフ、ペンギンに見えないって言ったみたいなんですね。で、まあ、じゃあ実はこれいろいろ理由があってペンギンって言うんですよ。あ、そうなの？まあ、そうなんだ。で、また10分くらいして、またファインマンが。ごめん、やっぱりペンギンに見えないんだけど。で、いや、まあこれいろいろ理由があってこう言うんですよ。ああ、そうなの？で、また10分くらいしてファインマンが。それやっぱりペンギンに見えないんだよ。まあこれ5回くらい繰り返したらしいんですが。で、最後5回くらい繰り返した時に前に座ってた人が、もうお前いい加減せえと。ディック、いい加減せよ、お前。もう、俺、ファイン、ペンギンって言うんだよ、お前。それいいんじゃないかと。俺はお前、ファインマンダイアグラムをもう、今まで1万回、2万回、10万回見てるけど、ちっともそれお前に見えないでしょ。それと一緒やと言ったらしいですね。まあ、非常に面白かったですね。まあ、僕もそのぐらいのジョークをですね、
英語で言えるくらいの、まあ、人になりたいですね。と思いました。今でも思っています。はい。というわけで、これが現時点での物質の素粒子です。現時点でというのは、ここに過去書きにしていますが、あくまでも現時点です。もしかしたら何かあるかもしれないわけです。というのは、これパターンがあるんですね。この横の列は、性質は全く一緒です。質量だけが増えていってるわけです。はい。というわけで、まあ、とにかくですね、僕たちはこの12種類のクォークレプトンでできているってことが分かりました。でも、どうですかね、まあ、この光とかですよ。それからヒックス粒子なんていうのを聞いたことあると思いますが、これはじゃあどうなってんだと。さっきグルオンっていうのも言いましたね。今見たのはここですね。物質の素粒子。ここと力を伝えるゲージ粒子。これも素粒子。それからヒックス粒子。このあと3つ、2つ、あと2つ、この3つのパーツから成り立っているわけですが、あと2つ話をしなくてはいけないんですね。ここはここでもっともっと話があるんですけれども、とりあえずあと2つしないといけないですね。というわけで次回は、このゲージ粒子について話していきたいと、勉強したいと思います。さよなら。